Konnichiwa minasan, it's Zoo. Today be watching season 1 episode 1 of The Rising of the Shield Hero. And yeah, if you want to support me for early uncut exclusive reactions, be sure to check out Patreon. And if you like early YouTube videos, check out YouTube membership. If you wanna be my fan, the link will be down in the description. And yeah guys, without further ado, let's get in the video. Let's go. What are birds? They look a bit weird. Is that a ball? Oh, Stonehenge looking rocks. Oh, that was a dream? Okay. Weird dream indeed. My name is Iwatani Naofumi. I'm a gamer boy. Gamer boy. He lives in a nice house. I have a lot of achievements. I saved my brother. I don't need to live at home. I enjoy my life. Wow. Okay, the ideal life? Stay at home, son? Cursed book? Oh! なんかラノベみたいだな。四人の勇者はそれぞれ。いやいや、盾は武器と防具だろう。てか、ヒロイン全然出てこないな。I can't really imagine a shield as a weapon too. どの勇者にも見どころがあってかっこよくあるなときて。一応盾にも話が。なんだこれ。Oh, it's empty. Is he getting summoned from the book? Interesting. There's more. He's the shield. Interesting weapon. いろいろと込み入った事情がありますが、武者を召喚させていただきました。姿勢ってことは、俺たち4人が伝説の勇者ってことか。この世界は今、Just like the book, right? 立たされているのです。アサイ。No. まあ話だけなら断る。そうですね。元の世界に返してくれるのか。That's true. Without consent. 平和になったらポイッと元の世界に戻されてはただ働きですしね。こっちの意思をどれだけ組み手に回るかもしれないぜ。こいつら、今の状況を受け入れるどころか、立場と報酬の主張を始めた。Wow, materialistic. 我が国、メルロマルクの王に拝謁していただきたい。報酬を控える余地はありそうですね。ま、ドイツが相手でも話は。ああ、どんだけ大変だよ。I guess the shield hero is the nicest, maybe? 僕たち、本当に異世界に来たんですね。なんか海外旅行のパンフレットみたいだよな。もしかして、日本から出たことないんですか？地中海あたりと同じ気候だろう。Oh, they're looking down on him already! すみませんね。I don't think he's gonna get along with them. 姿勢勇者か。わしがメルロマルクの王、ボルトクレイ・メルロマルク32世だ。勇者たちよ。アマキレン、年齢は16歳、高校生。They don't know what's a high schooler. 21歳、大学生だ。次は僕ですね。カワスミ・イツキ、17。俺は。They don't care about him.
おおすまんな。王様だなんてダメですよ。敬意を払わないと。じゃあ兵、ま、なんでもいいや。俺の名前は岩谷直文、20歳、大学生だ。さて、まずは事情を。 They don't care about him. するかよ。我が国に Disappointing? さらにはこの世界全体が今立つが、要約するとこうだ。この世界には終末の予言というものがあり、波っていうのが幾重にも重なって訪れるらしい。 Waves? 波が降りまく厄災を跳ねのけなきゃ、世界は滅ぶってわけだ。各国には古くからあって、それで波が来るタイミングがわかるんだと。Interesting. Hourglass. 俺たちが召喚される前に第一波がこの国を襲った。時代産の波はさらに強力なものとなる。波が押し寄せなくなるまで砂時計は砂を落とし続ける。第二波まですでに1ヶ月を切っていた。わしらは波というものを甘く武者たちだけが対抗できうるものだと。そして伝承に従いお前たちを召喚した。もはや一刻の猶予もないのだ。おお、これってさっき読んだ本とそっくりの展開じゃない。 Same as the book。 話は分かった。ことを退けた暁には十分な報酬を差し上げます。へえ、ま、約束してくれるんならいいけどさ。敵にならない限りは協力してやる。甘く見てもらっては困ります。Wow. They're so confident. すごい上から目線だな、こいつら。 High and mighty. 話がついたな。では勇者たちよ、各々のステータスを確認するのだ。ステータス。この世界に来て真っ先に気づくことだろう。知るか。なんだその情報通ですって顔は。ないか。え？ Oh, there is an icon. それに意識を集中するようにしても。ここ。レベル1ですか。戦えるかどうかわからねえな。ていうか、なんだこれ。ステータス魔法という勇者のみが使える能力です。それで俺たちはどうすればいいんだ。 So technically they're like game characters. 所持された伝説の武器を育てて強化していただきます。そのになるまで他の武器とか使えばいいんじゃね。そこは後々片付けていけばいいだろう。とにかく俺たちは自分磨きをするべきだ。ひたすらレベル上げですね。じゃあ武者様方は別々に仲間を募り冒険に出ることになります。They have to separate ですか。言い伝えでは伝説の武器はそれぞれ反発する、そう成長を阻害すると言われております。本当みたいだな。会話や情報は伝説の武器が日本語に変換してくれているらしい。日も傾いてきておく。お部屋をご用意しております。こちらへどうぞ。姿勢勇者が召喚されたらしいぞ。この国は大丈夫なのか。I don't know. This, they don't look very happy. 伝説の勇者ともなると待遇がいいな。なあ、これってゲームみたいだな。っていうかゲームじゃね。エメラルドオンラインそっくりじゃねえか。It's a game, but you can die, right? はあ？超有名だろ。何を言っ。違うだろ。VR MMO だ。ブレイブスターオンラインとほぼ同じと言っていい。ブレイブスターオンライン。情報を整理しよう。ね。VRMMO ってのはそのままの意味でいいんだよな。ああ。お前らも意味はわかるよな。SF の確認だ。千円札に描かれている人は？せーの、野田秀夫。秀夫。去年の流行語大賞は？好きな声優は？何してかい。どうやら僕たちは別々の日本から来たようですね。そのようだ。They're from different times. That's so weird. 存在するわけか。時代まで一致しないなんてな。Oh, they're from parallel Japan? みんなこの世界とそっくりなゲームやってたのかよ。What? なんで俺だけ知らないんだろう。なんだよ。いえ。あ、そう思う？ま、当然だろう。Are they looking down on him too? 何？盾ってなんかダメなの？よし、元康お兄さんが常識の範囲で教えてあげよう。職業な。あ、高レベルは全然いない負け組の職業だ。おお、No wonder. He picked the short straw. 悪い。Yikes. No wonder the king was ignoring him.
俺の知ってる地形とほとんど変わらない。武器ごとの中には女の子だっているかもしれない。盾的には敵の攻撃を防いで仲間を守る感じか。元の世界では縁がなかったが、なんだ、俺が弱くてもどうにかなるさ。Yeah. Be positive. そうだな。明日は冒険の始まりだ。部屋に戻って、今日はさっさと寝ちまおうぜ。This guy is surprisingly carefree, right? Positive and carefree. だからは俺の大冒険が始まる。Oh, so many people. 伝説の勇者たちと共に波に立ち向かおうというものを募った。エイコもいるんだな。さあ、未来の英雄たちよ、旅立つのだ。え、そっちが選ぶ側？Oh. Will anyone pick him?Nobody picked him! That's so sad! Rumors of what? Who is sabotaging him? Oh man. Rumors spread so quick. Oh, this guy is so sad. Is somebody joining? この子。私、盾の勇者様のもとへ行って。はい。マジで。この子が俺の仲間になってくれるの。One person? Sure. 他に直文殿のもとへ行っても良いというものはおらんの。直文殿はこれから自身で気に入った仲間を。He has to find his own people. So sad. はい。勇者たちには月々の援助金するとしよう。それでは支度金である。しっかりと受け取るのだ。直文様には義を用意しました。これで装備を整え旅立つのよい。 I guess he can hire people. さあ、直文、彼女を頑張ってくださいね。時が来たらまた。Off to a bad start. She seems nice. Oh, eggs. Oh, they hatch. Oh, so that is decent shop.お客さん初めてだな。うちに入るとは目の付けどころが違うね。ねえ。だから、親父さんの店って有名だもの。嬉しいこと言ってくれるね。ところで、おう。親父さんもわかるでしょ。I'm surprised they didn't provide armor for them. へえ、盾ってことは外れない奴か。Dead。どうして俺の噂が早く伝わるんだろうか。待ちます。直文ね。まあ、お得意様になってくれるんなら、盾だろうが何だろうが関係ねえ。よろしくな、あんちゃん。それじゃあ、親父さん。左から、鉄、魔法鉄、魔法鋼鉄、銀鉄と高価になっていくが、
性能はお墨付きだぜ。これがあれば俺だってもなんだ What's that? だからなんだよ。Does the weapon have to choose you? 突然弾かれたように見えましたよ。そんな。Oh, you can only use your own weapon. 盾だけで戦うなんて。What? でも俺はこの盾のせいで。I don't think I've seen that before. Weird. 一見するとスモールシールドだが、外れないのかこれ。持ち替えたりはできるんだけど、体からは離せないみたいで。おかしいな。こんな面白いものを見せてもらったぜ。じゃあ防具でも買うかい？おお、少しはそれらしく見えるようになったじゃねえか。どうも。Is that good armor? 値段はどれくらい？おまけして銀貨120枚。どうしたの？勇者様が成長したらいらなくなるじゃないですか。なので売ったらいくらになるか聞いたんです。おお。なるほど。じゃあこれください。毎度、ついでにインナーをおまけしとくぜ。インナーウェア？ As in underwear?そろそろ戦いに行きましょうか、勇者様。First fight. Let's go. Are they fighting slimes? It's always slimes or goblins. Yep. Are those slimes? I don't even know. They look like Pac-Man. Oh, he's struggling. Absorb their skills. 伝説の武器の力なんですね。ああ、噛まれて痛くないのもこれのおかげなんだろう。ちなみにこのオレンジバルーンの残骸って売れたりするの？はい。でもまあどうか一枚ってところですけど。レンの様子を見ると相当弱い魔物みたいだし、しょうがないか。今日はこのくらいにしてもう一度武器屋を覗きましょう。私の装備を買った方が。明日にはこの先へ行けますよ。それもそうだね。Oh, she's buying armor too? 格好だから今のうちに値引きしてやる。はあ、面白いこと泣かす勇者様だ。8割引き。2割増し。おお。ハグリング。ろくに商品も見てない。ああ。2割9分増し。At least he's having fun. 10割引き。Oh, she picked 480. That's most of his money. しょうがないな。よし、The shield hero is such a softy. 商売上手な勇者様だ。ありがとう、勇者様。相手のもんはそこで買い取ってくれるぜ。ありがとう。おいしい。城で出された料理もうまかったけど、やっぱりこれぞ異世界の醍醐味って感じだな。ゆっくり味わってくださいね。Her armor looks so nice. 戦った草原はここ。初心者向きのダンジョンがあるんです。ダンジョン。あまり見入りは期待できませんが、勇者様がレベルを上げるにはいい場所かと思います。なるほどね。装備も新調しましたし、勇者様。ワインはお飲みにならないのですか？おお、俺は酒はあまり。そうなんですか。No alcohol. 結構美味しいですよ。私、勇者様と一緒に飲みたいな。Why is she seducing him? なんだか急に艶っぽくなってきた。でも、ごめんな。どういうこと？
この国は女性優位なの。だから女性の勧めるお酒を断る男性なんてないんですよ。So why do they have a king? Should be a queen, right? 気にしなくていいですよ。明日からの方針を押すけどいいかな。はい。It's weird. 私はもうちょっと飲んでます。一人は寂しいですけど。あの、マイン。ありがとう。全然戦う。大丈夫ですよ。おやすみなさい、勇者様。She seems nice.残り銀貨200枚で残り199枚とちょっとか。こういうところが外国の観光地に来た日本人って感じだよな。今日はいろいろあった。風船みたいなのを割ってただけだけど、俺は本当に異世界に来たんだ。 He's still so positive. That's nice. Oh, the other heroes are here. Time to sleep. Sate, so so, machine, demo, stay, tabby, the sky. What happened? Ginka, mo, ksari, katami, demo.もしものために取っておいた俺の私服も、まさか枕嵐か。Oh, so unlucky. He got robbed on his first day. マイン、大変なんだって。あんたたち城の騎士だったよな。ちょうどよかった、話を聞いてくれ。盾の勇者だな。そうだけど、ご同行願おう。What happened? Push that look out. My. What happened? Necomini Zenzai Santo, Tate Gaino Sobi Hill, Zeman is Samara Gedo. What? Avarina Bogan Shamayo. Look out. What happened to mine?She's lying! Why? Why is she lying? Why is she lying?俺は昨日飯を食い終わった後は部屋で寝て、っていうか枕嵐だ。この服は昨日酒場でマインと会った時プレゼントしてもらったものだ。He's she stole everything. 金器を盾の勇者がな。金器。Why? 女性への性的暴行はたとえ未遂であってもだ。処刑。だから。Why? 言ってるじゃないですか。Oh, I hate this. Oh, fake. Oh, I hate this. Oh, I hate this so much.Why are they lying? What for? She's evil. She's evil. Why? Oh, I'm so upset. I hate this. She's a witch.考えてみりゃそうか。マインは俺のことを勇者様としか呼ばないで呼んでる。これがフェイク。She's so fake. Fake and evil. ダメなことしか言えないと。Oh, I hate this. 僕も同情の余地はないと思います。やはり4人一度に召喚したのはまあ、しかし盾がここまでゲスだ。盾。
また盾か。Oh, that's so bad. Nobody believes him. になるようにことを運びたいと思ってたんだ。そんな連中をなんで守ってやる必要がある。いいぜ、もうどうでもいい。さっさと俺を元の世界に戻せばいい。そんで新しい盾の勇者でもなんないんだよ。都合が悪くなったら逃げるのか。最低だな。自分の席は。They hate the other heroes. ああ、帰れ帰れ。豪快野郎なんざ勇者仲間にして。望み通り即刻召喚したいと。They can't send him back. あなたに召喚できるのは全ての姿勢勇者が死亡した時のみと伝承にはある。They can't send him back. 嘘だろ。Oh no. 帰れないだと。あるいは。じゃあこんな奴と一緒に戦わなきゃなんねってことかよ。ふざけるな。俺のやり方で波をどうにかしてやるよ。動くな。波が来るまで俺を牢屋にでも閉じ込めておくか。投獄はせん。次の波まで猶予がない。腐ってもお前は波に唯一対抗でき様の罪は国民に知れ渡っておる。それが罰だ。Why would she do that? ことだな。分かってるよ。誓ったんだ。くれてやるよ。おい、待てよお前。俺は弱いんでね。Oh, they're so evil. こうして勇者としての尊厳。Why would you give back the money? Oh, what a, such a bad start. I hate the start already. This is so bad.あの女、お前なんだよ、殴るんじゃなかったのか。いや、やめておく。そうか、命拾いしたな。ちょっと待ちな。ここじゃ舐められるぜ。せめてもの殲滅だ。いくらだ。いらねえよ。だがまあ、在庫処分品で。いつか返しに来る。 Oh, he doesn't have money, right? 死ぬなよ、あんちゃん。At least this guy believes in him. Poor man struggling. Feel so bad for him.買い取ってくれ。毎度ありがとうございました。買い取ってくれ。バルーン風船ですか。 I think they're gonna scam him. 20個ですね。どうか1枚ではどうでしょうか。 Oh, what a massive scam. さっきのやつには2個で1枚と言ってなかったか。はて、そうでしたかね。何分うち息がいい。高額で買えとは言わない。そこまで買い取ってくれればそれでいい。それと俺のことが気に入らない理由でもあるのか。おお、ナイス。下手にふっかけずに俺の得意先になってくれるなら相場より少し差し引いても。わかりました。本当なら断りたいと。それとせいぜい俺の噂を広めておいてくれ。ふざけたことを抜かす商人は体中に歯型がつくってな。いい気に。おお。Not so carefree anymore, is he? Did he pay him? 5 copper. That was quick. Oh. Oh my god, this is making me actually depressed. Oh.What's that? Leaf shield? つまりさせても能力を引き継げるってことか。
His weapon is quite interesting. Wow. What does that do? Foraging skill. That's so nice.あそこでこれほどの品が取れるとは、もう少し質が悪いかと。Oh, he's getting the money. At least it's working out. あの日から、a little. 何を食べても味がしない。たての。じゃあ、先に契約内容の確認だ。はい。まず、雇用形態はな。わかりません。They're toying with him. お前らに分配する方式だ。俺が大元を取るから、残りは俺の裁量で分配する。Oh. お前らが何もしなければ、もちろん分け前はない。だよそれ。あんたが全部独り占めもできるって話だか。I think that's a good price. ちゃんと活躍すれば分けるぞ。活躍でき。装備は自腹で買え。俺はお前らに装備を買って育てる義理はない。はあ？もういいよ。さっさと金よこせ。Oh, the true colors are showing. 時間を無駄にせずに済んだんだが。なんだよ。Ooh. Nice. All that trauma made him stronger. 攻撃力が足りない。足りないからまで立っても攻撃力が上がらない。嫌なループだ。くそ。Oh, I feel so bad. Who is that suspicious man? 人手が足りない。そんなあなたによ、私が提供するのはそんな不便な代物ではありませんよ。じゃあ、Sounds suspicious. 気になります？近寄るな。Oh, it's bad feeling. 私の好きな目をしていますね。噂通りの人のようだ。が終わりでしたらご一緒にどうぞ。どんなものを提供してくれるって言うんだ。見てわかりませんか。And then slaves. どれ？私は奴隷商人。He's a trader. なんで俺が奴隷を欲していると。彼らは奴隷には重度の呪いを施せるのですよ。命を代価にする奴隷を使った強力な呪いをね。どうです？いくつか見せて。お持ちのようだ。How much is a slave, though? 人間じゃないのもいるぞ。一応人の分類に入ります。食わない。アジンは人間に似た外見ですが、人と He's selling demi humans. 主に召使いや肉体労働に使われます。獣人とアレイや獣人同士を戦わせる賭け事に使われます。Oh, this guy has so many merch. Slave merch.魔物に近いと思われていることから人間至上主義の子のくれているのです。Somebody's coughing. Oh, yeah. Her condition looks so bad. Typical. So yeah guys, that was episode 1 of Shield Hero. So far, I hate depressing starts, okay? I don't know what to feel. But yeah, I guess things are starting to look a bit better. But I hate how in the beginning he was so carefree, so positive, kind of happy. And now he's just like super closed off from everyone else, you know? And yeah, trauma changed him.I don't know why that girl, mine, why is she so evil? What's the point? And she was having like that evil smile, like she was toying with him for what? For her own entertainment?
Or was it because he rejected drinking with her and it made her upset? I'm pretty sure it was from the beginning though, her plots to ruin him. But yeah, I feel so bad for the shield hero. Hopefully things get better. If not, I might consider dropping this. Hopefully it gets better. I love isekai anime, but I hate depressing ones. So yeah, hopefully it gets better. So yeah guys, that's the end of the video. If you like to support me, check out my Patreon for early uncut exclusive reactions and openings or endings. And if you like early YouTube videos, check out YouTube membership. And if you want to be my fan, the link will be down in the description. And yeah, thank you so much to all the patrons and members for supporting me. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And I will see you guys in the next one. Bye!